マルサンホビー動画チャンネル4月24日ラジコン新製品最有価品のご紹介です。このようにかなり長期欠品してましたマットホースの USA1 ですね、こちらのエンジンのパイプが入ったりとかしてますんで、面白いの入ってますんでご紹介いたします。久々の再入荷になります。8分の1強小 USA1 ですね、こちらはエンジンバージョンになります。このように完成品でできてますのと、シャーシがですね、ものすごくスパルタンなビッグタイヤのエンジンカーになります。かなりタフです。でこちらはサイズが大きいんですけれども、侮れないスピードを、トップスピードを誇ります。なぜかっていうと、ギアミッションが3速ミッションを使ってます。そのためビッグタイヤでは思えないくらいのパワフルさ、トップスピードが伸びますんで、広いところで遊ぶとですね、非常にスカッとしてものすごくよく走る車になりますね。25のエンジンのタイプになりますけど、リコイルスターター紐で引っ張るタイプになります。でセット内容はこの完成の車体と塗装済みボディと 2.4 の送信機、ハイトルクのサーボ、それが全部ついてます。オイルダンパーも質の高いタイプ の, アルミのダンパーがついてますんで、ギアケースももちろんかなり高品質なものがついてますんで、1台持ってるとどこ行ってもオンロードもオフロードもビッグサイズで遊びます。もちろん嬉しい軸にはビアフルベアリングにもなってます。トレーリングアームの車体なんですけれども、シンプルさの中でもかなり本格的な走行ができるようになってます。一応箱の中をご覧に入れますね。このように箱を開けると驚くくらいのサイズですね。店頭のケースに唯一入らないサイズが大きいもんですから、ビッグタイヤになりますね。非常にこちらの方はタフなもんですから、さっき言ったように実際のメンテナンスは錆止めのオイルを少し入れて紐を引っ張って潤滑させるようなだけでも十分です。でこちらはレディセットなもんですから、走行には別に必要なものがあります。そちらはまず燃料ですね。こういうタイプで OS の2リッターの燃料缶がおすすめです。こちらの方で一番手軽にあるんでしたらフィールドマスターですね。2リッターの、ニトル 20% で、これでしたら幅広くお使いになります。性能アップするんでしたらオフロードの 30% 2リッターもございます。でこちらの燃料と燃料をこちらの車体のところに入れる燃料ポンプですね。これは手でくるくる回して入れるタイプですから、吸い取るタイプのポンプもありますけど、缶からそのまま直接行きませんから、こういうポンプ系が必要です。で大事な最初のプラグヒーターは必要なもんですから、エンジンにこれを充電したものをつけます。でこちらの方がその充電器になりますけれども、こちらのバッテリーを中に入れてこれをロックしますと、プラグがヒートされますん で, で紐を引っ張って燃料を呼んでかけるっていうタイプなんですけれども、こういうタイプについているのはこの緑と赤のタイプがあります。でこのつなげて緑の方に触れるとエンジンがスタートするっていう役割になってます。赤の方に触れてしまうとどういうことかっていうと、エンジンがかからない状態になってます。プラグが切れてるか燃料が多すぎるかの問題になります。コンディションメーターになりますね。でこちらの方のプラグヒーターが必要と、で最後に走行が終わったら、先ほど言ったようにメンテナンスオイルですね、これをキャブレターかプラグの穴から少し垂らして紐を引っ張って整えていくタイプです。でこちらの方は以前動画の方で開封動画もしてありますんで、そちらの方を気になる方はぜひチェックしてみてください。とにかく持っていて楽しいエンジンバギーになります。こちらは待望の新製品の強小ファーストミーツトヨタスプリンタートレの AE86 ですね。もうこちらはミーツレーサーっていうと、もう一つのジャンルですごく有名なんですけれども、ミーツレーサーの本格的なものもございますけど、こちらのファーストミーツは同じくラジコンの全部セットになります。で単三電池が別に必要になりますけれども、完成品ですぐ遊びます。で通常のミーツレーサーとファーストミーツの違いはですね、手軽に遊べるっていうことなんですね。通常のミーツレーサーはこちらの方は本式の上の、送信機受信機がついてますけれども、こちらの方は必要最小限の送信機受信機になってますけれども、手軽に遊ばれるにはこちらの方がリーズナブルな値段でハンドル式のタイプがついてます。ですからこちらの方でトレーニングモードとか、あとレースモード、スピード速くですね、時速7キロくらいのタイプのゆっくりのタイプと、時速10キロくらいで、その2つできます。でスロットルはこの握るタイプのところで調整はできますね。でハンドルもこのタイプで、スムーズにファーストミーツ曲がるようになってますんで、その辺が本当の入門向けの1クラスちょっと上になります。でボディはその上の方のクラスのミーツと共通のタイプになってますんで、嬉しいことにカーボンボンネット仕様の新製品になっていて、ホイールもこのように渡辺のマグホイールのタイプがついてます。もう白黒パンダのトレノっていうともう有名ですから。でこちらの方は送信機はこういうタイプでハンドル式で、スロットルを握ると前進、向こうに押すとバックになります。であとこちらの方が当然これでハンドルで右と左で動かすようになっていて、ストップウォッチ付きで計測を走るタイプのところも計測をできますんで、お友達と一緒に遊んだりとかすると模擬のレースなんかもできて非常に楽しいインドアのタイプですけれども、こちらのボディが欲しくて買うっていう人なんかも結構いらっしゃいますんで、なかなかこのタイプをファーストミーツは
いつもいつもは発売しないものですから、新製品のこの今がチャンスになりますね。非常に間口が広いんですけれども、一つ持ってると大人の隙間時間で楽しく遊ぶことができるおすすめの入門のファーストミニッツのシリーズの86ですね。こちらの方は非常に人気のあるタイプで、仕上がりもかなり綺麗に、この特にカーボンボンネットタイプのところが仕上がりがすごく綺麗なデカールでやってますんで、見逃せないとこです。でもちろんヘッドライトもつくようになってますんで、少し隙間時間で遊ぶにはうってつけの楽しいラジコンモデルになります。再入荷になります。こちらはヨコモのドリフトパッケージのパンドラ GR86 の完成モデルになります。こちらの箱の中にですね、送信機、受信機全部入ってて、チームヨコモが全部セッティングしてありますんで、ドリフトの質の高いのをこれから遊びたいんだけれども時間がなくてっていう人なんかにはもううってつけですね。あと別に何を用意するかっていうと、アルカリ炭酸電池を4本だけ用意してください。そちらの方で送信機に入れます。こちらの方がですね、こういうシャーシになっていて、もう実績のある二輪駆動のタイプになります。今ドリフトは二輪駆動でハンドルをいっぱいたくさん切って自社っぽい動きを求めるっていうのは多いものですから、こちらのドリフトパッケージがもう上の方のクラスのスタンダードのタイプになっています。送信機とメカは全部乗っかって、バッテリー充電器もついてます。でもちろん充電器もついてますんで、あとその送信機に入れる炭酸電池4本の方だけ用意されければ、すぐチームヨコモがセッティングしたドリフトが走行ができます。優れてることに、二輪駆動のドリフトの場合はジャイロユニットって当て舵を当ててくれるものが必要なんですけども、もうついてます。セッティングも全部されてますんで、こちらの方で充電したバッテリーを乗せればすぐドリフトの深い、そうですね、質の高いドリフトができるようになってますんで、かなりエキスパートの方がこちらをやって感想をどういうふうなことを言うのかなと思ってたら、これでいいじゃんって一言言った人が何人かいらっしゃったんですね。さすがヨコモで、完成品もすごく丁寧に作ってあって、ドリフトの質の高いタイプ、大人のドリフトで二輪駆動でスロットルを開けると後ろが沈んで動くタイプですね。それが実感あるタイプで、このように塗装済みボディもついてますんで、やはりこの特に難しいのはこの中に入っているジャイロユニットですね。こちらの方がチームヨコモの方で全部セッティングしてますから、いじるところがないんですね。この箱出しでするとドリフトっていうのはこういうもんですとか、すぐ味わえる非常に優れた完成品のドリフトパッケージのこのタイプも入荷いたしました。こちらも再入荷品のスーパードッグファイターになります。こちらは昔のオマージュで作ったんですけれども、今のヨコモがしっかり作ってますんで、よく遜色なく走って、基本設計は昔のタイプなんですけれども、ベルトの四輪駆動で、その当時の最先端のがついてますんで、今の人が組み立てをして走行しても走行は裏切らないタイプになってますんで、非常にこの、ベアリングから始まってモーターは別になります。それで送信機、受信機とかメカ系も別になりますけれども、質が素晴らしいんですね。ユニバーサルシャフトの質とか、あとその当時からギアケースのところの金属の精度とかですね、こちらの材質とかがすごいんです。でこちらの方は最初はその当時のホイールのサイズになってますけれども、オプションで今のバギーが使えるホイールなんかもメーカーの方で別売りですけど用意してありますので、そちらにするとなお現在 のバギーのタイヤが使えて、さらに性能がアップするタイプになってますね。ですからやっぱり今レトロ調のこのタイプがすごく人気あるんですけれども、今の大人の目で見てもオイルダンパーの作り方、角度ですね、この辺のサスペンションの周りとか、オフロードってやっぱサスペンションが命ですから、すごくよくできていて、今のチームヨコモがちゃんと作ってるバギーですから、質の高い四輪駆動の性能の高いタイプで、作っていて面白い、走らせてなお楽しいっていう車のキットなんかも入ってまいりました。こちらも再入荷でかなり長期欠品したものですね。こちらの ABC の10分の1のボディで未塗装になります。でシルエイティですね、こちらのタイプで 190mm 幅のボディになりますの でホイールベースも 26cm タイプですから、普通のメーカーのツーリングカーですね、例えばタミヤで言えば TT02 なんかでも乗せてる人がかなり多いんですね。であとこちらも ABC の10分の1で、最適には同じなんですけれども、ベルサイドの RX7 ですね。こちらもやっぱり映画の影響もありまして、こちらも個性がある人気のあるタイプになってます。でこちらも幅的には190幅で、ホイールベースが26センチ前後ですから、タミヤ系のボディにもそのままつきます。であとこちらの前輪の透明ボディで合わせるときは、こちらのホイールアーチに前輪で合わせて、後ろの方は現物合わせになります。ツーリンカーの場合は後ろに投入っていって、前を狭くつけるとホイールベースが気持ち短くなる場合がありますから、いきなり開けるんじゃなくて、この前輪のこのホイールの位置に合わせてから、ボディの棒のこちらですね、マウントを決めて、その後で後ろの方はボディを押さえて決めます。であと最後の最後にここのホイールアーチを後ろの方をやるっていうのが順番になってます。時間だけかければすごく丁寧なボディのパーツとかになってますんで、通常の
電動カーお持ちの人でしたら搭載は全部可能になってますんで、タミヤとかは強小のタイプでそのまま使います。こちらのベルサイドとかシルエティですね、この ABC のモデルしか出てませんから、お好きな人はやはり、見逃せないボディですね。この絵だとライトがついてますけど、このライトっていうのは別売りになりますんで、今の各社 LED ライトで ABC でも LED ライト、タミヤでも LED ライト、強小でも出てますし、そういうこう、まあ、別の意味の光物なんかもやるとなお実感があふれて、グリップでもドリフトでも両方できるようになってます。この190幅のボディはなかなかあの入って1回切れると、欠品が多いもんですから、気になる方はお早めにお求めになってください。非常にあの個性があって楽しいんで、時間をかけて作ると趣があって品質が高いタイプですから楽しくできます。色はちょっと透明ですから、自分でポリカーボネートの色をお好きなのを色塗るようになります。ファンの人が多い10分の1になりますね。本日の入荷品はこのようになってます。非常にこちらの方は再入荷ですけれども、かなり久々です。で、新製品でも86トレノ、これ目を離せないところの新製品ですね。本日はちょっと点数的には少ないんですけれども、個性豊かなものが入ってましたんで、もし気になる方はお早めにお求めください。またこのように、入荷しましたらすぐアップしますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。合わせてマルちゃんホビーでは、自社サイト、ヤフーショッピング、アマゾン等で通信販売も承ってますので、そちらの方のご要命もお待ちしております。いつもご清聴ありがとうございます。